ついに来た！ということで、どうも皆さん、こんにちは。ボドカです。皆さん、ついに来ましたよ。1月16日発売の、あの商品が、満を持して、登場しました。その商品が、こちら！デュアルショック4、バックボタンアタッチメントで、ございます。はい、ということで、こちらの商品が、本日、ソニーさん公式から、発売しました。本当待ち望んでた人多いと思います、この背面パドル自体を。というのも背面パドルってすごいね、高いんですよ。あのこのソニーさんから出てるやつは3000円ぐらいで、公式で買えるんですけれども、この背面パドルをこの公式のアタッチメント以外で装着しようと思うと、まあ、海外で売っているプロコンだとかロジクールさんから発売しているアストロン C40 とか、まあ、そういうものを買わないと、まあ、2万とか3万出して買わないといけなかったものが、ソニーから出たこの公式のパドルをつけることによって、まあそこの3万価格帯のコントローラーの使用感まではいかないと思うんですけれども、新たにパドルを2つ追加できるということで、非常に画期的な商品となっております。どういう商品かっていうのをちょっと簡単に紹介するんですけれども、このこういう純正コントローラーの後ろにこのね、この部品を装着してやる、装着してやることによって、この後ろに新たにボタンが2つ増えますよっていうアイテムです。ボタンが2つ増えることによって、普段使っていないこの薬指とか中指の部分で、コントローラーをこの表の方も操作しながら操作することができるので、まあ単純に操作性が上がるっていうアタッチメントになります。こういうねプロコンって呼ばれるものだと、もう標準で後ろにこういう背面パドルがついてるんですよ。で、私もこのC40 とかを使っているんですけれども、まあ他で言うとこういう海外で有名なスカーフコントローラーの裏にもこんな感じでパドルがついていたり、イビルコントローラーですね、こういう塗装が綺麗なイビルコントローラーの後ろにも背面パドルがついていたりと、もう海外じゃ主流になっているスタイルなんですけど、それをソニーさん公式からアタッチメントとして発売したということで、今回はこちらのソニーさん公式のデュアルショック4バックボタンアタッチメントを開封&レビューしていきたいと思います。それではやっていきましょう。はい、ということで開封していきたいと思います。もう箱がねめちゃくちゃ軽いです。なんでもこのアタッチメント自体めっちゃ軽いんやなっていうのが箱の軽さでね伝わってきますね。というわけで開けていきましょう。最初からもうシールはちょっと外しておいたんで、こんな感じで、お、結構なんか簡単に取れるな。てかめっちゃちっちゃいわめちゃくちゃちっちゃいですね。中には説明書と、当たり前で説明書と、あともう背面ボタン、もうこいつしか入ってないです。さあ、ということでご対面でございます。さあ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 、なるほどね。ちっちゃ、めちゃくちゃちっちゃいっすよこれ。あ、ちっちゃ、え、すごい、すげえ軽い。もっとね重いの想像してたんですけど、え、めちゃくちゃ軽いですわこれ。こんな軽いんやってぐらい軽いです。じゃあね、ちょっとこいつをもう早速コントローラーにつけていっちゃいましょう。はい、ということで今回はこの金色のコントローラーくんにねちょっと差し込んでいきたいなと思います。多分ここにこのプラグがあるんで、みんなが普段ボイスチャットとかをね挿す用のここの部分にこいつをはめ込む感じだと思います。ここは結構上下に動いてくれるので、多分あんまり折れるとかいう心配はなく、そのままスルッと、あ、力いるな、ちょっといりますね。スルッとでも入る気がします。さあさあ、お、入った。結構力を入れてギュッて押し込むと入りましたね。こんな感じ。おお、いいねいいね。こんな感じでね、裏に、アタッチメントが入るようになります。お、いいやんこれ。うん、いいっすね。はい、じゃあ続いてね、ちょっとグリップ感、コントローラーを持った時の感じがどうなのかっていうのを見ていきたいなと思います。それでは握らさせていただきます。はい、あー、なるほど、あー、なるほどね、こういう感じか。なるほどなるほど、はい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 、なるほどね。あー、あんまりねちょっと言いたくないんですけど、そんな良くないっすねグリップ感があんまり良くないっすね、このコントローラー。
って感じかな。まあ、L1、R1 で押すタイプの人と、この L2、R2 射撃の人、2タイプいると思うんですけれども、なんかどちらもそんなにいい感じではないかなっていうグリップ感ですね。まあ、この後ろの部分がちょっとね、太すぎるっていうのもあるんですけど、わかりますかね？この後ろの部分。この後ろのね、部分がちょっと、太すぎるんですよね。ここが太すぎるんで、まあ、この部分がちょっと出っ張りすぎて握ってる時に干渉しちゃう感が否めないですね。この PS4 の純正のこちらのコントローラーとか見てもらえればわかると思うんですけれども、この後ろの溝の部分にさ、やっぱ PS4 の純正コントローラーを持ってる時ってこうやってグリップを高めるっていうので、ここの溝に指を食い込ませてやる人が多いと思うんですけれども、なんかこの背面パドルがつくことによってそこの部分が失われちゃうんで、ちょっとグリップ力がなんか微妙になるかなっていう違和感は感じますね。まあただこういうのは基本的に慣れなので、まあ一番最初はね、ちょっと使いにくいって人とかも結構いると思うから、あんまり一概にクソとは言えないんですけど、最初に持った感じはあんまり良くないかなっていう感じのグリップ感でしたね。まあゲームやってみないとわからないので、ちょっとゲームとかやったりしてからまた最後に感想は言うと思うんですが、最初持った感じはあんまり良くないかなっていう感じですね。はい。で、このコントローラーなんか後ろのこのパネルを使ってコントローラーのこっちのパドルにね、あのボタンを割り振ることができるらしいです。多分ここつけてやると、おー、来た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 、こんな感じ。コントローラーの電源を入れてやるとこんな感じになって、どうすんや。まあ普通はこっちに×で丸の表示があったんで、なんかやったら変わんのかな。あ、長押しするとこんな感じで変わりましたね。あ、なるほど。長押ししたらこんな感じで、パネルを長押しするとこう点滅するんで、その間にこうやっていろいろ十字キー割り振ったりだとか、 R1 割り振ったりだとか、L2、R2、L3、R3、OPT で何にも割り振らない、三角丸×四角。あ、結構割り振れますねこれ。あ、すげえこれ、めちゃくちゃ簡単に割り振れるやん。他のプロコンより全然楽に割り振れてますねこれ。まあ普通はね、多分ここに×割り振って、基本的には俺はこっちはね、あのなしにいつもしてるんで、丸とか使わずに、ちょっと今回は僕はなしでやろうかなと思います。ということでこんな感じかな。はい、これで多分パネルを押してやれば、おお、割り振れた。これで多分割り振れてますね。だからこっちを押せば×やし、こっちを誤爆して押しちゃっても、何もボタンが反応しないっていうモードに今切り替わりました。これめっちゃ楽っすよ。はい、じゃあということでモダンウォーフェアでちょっと使用していこうかなと思います。さあ使用感どんな感じなのかっていうことなんですけど、とりあえず背面ボタンを押して飛んでみますか。おお、いいね。レスポンスは全然悪くないっていうか、まあ普通のボタンを押すのと何ら変わりないですね。普通のボタンを押してジャンプするのと背面ボタンを押してジャンプするので、全然レスポンス、反応の速度が変わらないんで、あ、これはなかなか使えそうな気はしないでもないな。うん。僕は今も L1、R2、L2、R2 で、動いたりしてるんですけれども、あ、問題なく使えますね。例えば、こんな感じで出会い頭ね。ジャンプして撃つ。うん。いいね。で、こっち側には、丸ボタンには何も割り振ってないんで、基本的には大丈夫って感じで。おー、いい。いいね。やっぱ、使わないボタン、多分丸ボタン、こっち側の右のボタンとか結構使っちゃう人多いと思うので、こっち側は、決して、右側、左か。左側のボタンだけ割り振るっていうのが、これはいいのかもしれないな。おお、いいね。めちゃくちゃ使いやすい。あ、全然、最初のグリップ感がどうのこうの言ってたけど、全然いけますね。あ、全然いけます。あ、3000円とか、そのぐらい？もうちょっと安いっけ？ぐらいの価格帯で、この使いやすさは、なかなか悪くないんじゃないか？これはもしかして。もしかすると。フォートナイトはね、僕パッドでできないんで、あんまり使用感的には建築でどう使えるのかっていうのはわからないんですが、このモダンオフェアをやってる感じ、エーペックスとかでスキルに割り振ったりとか、なんかまた別のね、スライディングのボタンに割り振ったりだとか、まあそういうので使うのにも全然なんかいけそうな気は
するんやけれども、あ、全然いいっすねこれ。もう全然悪くない。全然使えるぞこれ。ほら見て、バツボタン押してないですからね。見といてくださいね。今ここのバツボタンで僕普段ジャンプしてるんですけど、ここを使用せずにこんな感じで、普通ねバツボタンで打ち合う時ってみんなモンハン持ちっていうこういう持ち方でこうやってやると思うんですけど、それが背面パドルをつけてやることによってそれの心配なく、まあこうやって打ち合えるっていうね、もう海外じゃ主流なんですけど、これが、いやーいいねこれ、これ想像以上の出来やぞ。おーおーおお、いいね。なんか別にこれ案件じゃないですからね、ソニーそんな案件を振らないですから。あ、これいいね。なんか最初本気でなんか握った時微妙やなって思ってたけど、これすぐ慣れますね。あ、悪くない、悪くないどころかめちゃくちゃいいですわこれ。うん、あーいいね、これは使えるぞ。俺このカメラの撮影のためになんか変な体勢で今やってるんですけど、それでも全然こんな感じで使えてますから、あ、めちゃくちゃいいぞ。すげえ使いやすい。すげえ使いやすいこれ。はい、ということで総評なんですけれども、こちらの商品ですね、この価格帯にしてはめちゃくちゃ優秀な子でした。本当につけやすいし、で背面パドルのこの反応もうすごくいいし、でこの背面パドルのなんや割り当てっていうのもすごい直感的に説明書も読まずに、操作できるっていう感じのアタッチメントだったので、めちゃくちゃ使いやすいです。ただこのグリップした時の感じがちょっと、もうちょいこのパドルの部分が薄ければもっと使いやすかったかなっていう懸念点は若干だけ残るんですけれども、まあ値段をね考えた時にすごく安いですから、あの価格帯であの値段出して背面パドルをこうやってつけて、でスカーフとかさ、あのこういう C40 とかみたいにこういう背面パドルがね作って考えると、まあこう見るとね、やっぱりプロコンの方がかっこいいし、いろいろ機能もついてるんでいいなとは思うんですけど、値段がさやっぱ全然変わりますから、そう考えるとすごいコスパが良くてめちゃくちゃ優秀な子だなっていう印象でしたね。本当になんかソニー結構画期的な商品を今回出したなっていう感じです。で PS5 とかには、まあ、標準で背面パドルがつくっていうようななんか噂も立ってるぐらいですから、もしかしたらそれのね、あのいろいろ調査のために発売、この価格帯で限定で発売した可能性もあるんですけれども、まあもし標準のコントローラーに PS5 でつくのであれば、本当にもうちょっとこの後ろのパドルの部分を薄く作ってくれるとすごく助かるなって感じなんですけど、いや本当にね買ってよかった、大満足の商品でした。はい、ということでいかがでしたでしょうか。今回はこちらのデュアルショック4バックボタンアタッチメントのご紹介でした。もう本当にいい商品なんですけど、今クソみたいな転売屋のせいで3倍とか4倍ぐらいまで価格が高騰しているので、コスパがいい、今から買うんやったらコスパがいいと呼べるような商品では今のところなくなっているんですけれども、本当にね公式から出た堂々と使えるすごい使いやすいアタッチメントなので、ぜひともね自分で調べてみて購入の方を検討してみてはいかがでしょうか。本当に思ってた以上に使いやすくて、もう星5です。はい、というわけでこの動画が良かったらグッドボタン、そしてチャンネル登録、コメントよろしくお願いいたします。というわけでまた次回の動画でお会いしましょう。ボドカでした。さよなら。